WS023T は東芝が開発し、WILLCOMが販売する PHS 方式端末である。ペットネームはWILLCOM LU。WILLCOMとしては初の縦方向スライド式音声端末である。背面パネル全体が電池外で、つなぎ目がないデザインとなっている。同梱の W-SIM は発売当初は RX420AL で、後に WOM Taipeg 対応の RX430AL に変更された。ウェブの WILLCOM 公式ストアなどでは、ジャケット単体販売もされていた。待ち受けアプリの WILLCOM ガジェットにも対応しニュースや mixi の更新情報などを待ち受け画面に表示できる。東芝のソフトバンクモバイル向け機種にプリセットされ、好評を博しているオリジナルキャラクター、クーマンに該当するものとしてこの機種オリジナルのキャラクター、グミネコがプリセットされている。取扱説明書が電子化されており、同梱されている CD-ROM に専用ユーティリティとともに説明書が収録されている。印刷物は簡単な説明のみが記載されているクイックマニュアルと各種チラシのみとなる。これまでの W-SIM 音声端末同様パソコンにつないでのデータ通信は非対応となっている。UI と機能は WILLCOM 級を踏襲している。ウェブブラウザはネットフラント 3.4 を採用。タブ表示や RSS リーダーにも対応している。国際ローミングは台湾、タイ、ベトナムに対応。前機種である WX320T と比較するとデータフォルダの容量増加、カメラの画素数アップ、液晶の反応速度や輝度アップなど細かい点での改良が施されている。WILLCOM Q を踏襲しているため、ポケベル入力、オフィスビューアー、ハンズフリー通話、メールや Java アプリの microSD への保存などがなくなっている。ありがとうございます。